せつなと言います。普段は漫画なんか描いたりして生活しています。ですね、今日は、皆さんも YouTube 始めませんかっていう、動画なんですけど、普段ね、私は基本的に漫画を描いたりしていて、で、週に1回 YouTube にこうやって動画を上げて、もう約1年ぐらいね、動画 YouTube に関しては経ったんですけど、やってよかったなって本当に心の底から思っているので、かつね、YouTube 始めるのってやっぱりなんかちょっとハードル高いなって思うじゃないですか。でも私、手帳関連、ノート関連、あとまあ服の購入品とか見るの好きな方は、結構 YouTube ありなんじゃないって思っていて、まあ今日は詳しくそれをね、説明というかご紹介とか、まあのんびりお話できたらなと思っているので、よかったらお付き合いください。それでは行ってみましょう。こちらが私の作業机の引きの図ですね。いつも、ここにある真ん中の白い机で撮影をしていて、この動画クリップは私が YouTube 撮影する準備をしている動画をリアルタイムで流しています。なるべく簡単に動画の撮影を始めれるように、私はこの机の右の本棚の上の方からミヨンと伸びている白い、アームみたいのが見えると思うんですけど、これが私のスマホを動画撮影時に固定するためのスマホスタンドを Amazon で買ってだいたい3000円、4000円ぐらいだったと思います。これをね、もう机のここの横のところに定位置としてつけっぱにして、毎週ここでね、引っ張って下に下げて、スマホを固定して動画撮影開始っていうルーティンを毎週繰り返しています。本当に動画撮影に使っているのはこのアームと、スマホ iPhone15Pro を使っているんですけど、去年の10月までは普通に iPhone XS、もう5年以上前の iPhone ですね。で撮影していたので、本当に皆さん自分で持ってる手持ちのスマホで十分今時ね、高画質の動画がね、もうたとえ5年前の携帯であっても撮れると思うので、本当に手軽に YouTube って始めれると思います。おしゃれにしたいなら、自然光、太陽光で、机が日が当たるところで動画撮った方が綺麗に映るんですけど、私はね、家がちょっと暗くって、あと雨がめちゃくちゃ多い地域に住んでるんで、冬の間なんか特に本当に部屋真っ暗なんで、画面でも見てわかるように、黒いただのテーブルライト、これ Amazon で買って、これもまた4000円ぐらいかなと、左の上にクリップで留めてあるライトは IKEA のランプで、これはまた3000円ぐらいだったと思うんですけど、それを照明に使っています。で、セットアップできて登場する皆さんがご存知の画面が、こちらになります。ね、さっきも言ったように、必要な道具は本当に少なくって、おすすめなのは、まあ言ったように、セットアップする、ここの状態にたどり着くまでの時間を、とりあえず初心者の方は、なるべく短めにしたらいいんじゃないかなと思います。例えばね、ジムとか、登録したはいいけど、行くまでがめんどくさいからジム行かない、みたいなことになっちゃうじゃないですか。なんで、なるべく簡単、なるべく早く、この状態に持ってこれることによって習慣化するときに、めんどくさくないんじゃないかなと思っています。それでね、まあこんな感じで私は今日の手帳はこんな話をしますよ、みたいな感じで、手帳を出したりするんですけど、おしゃれなね、YouTube チャンネルとかだと、ここにね、いっぱいおしゃれなものを置いたりとかしてるんですけど、私そもそもね、コラージュが苦手っていうのは前も動画で何度か言ったかと思うんですけど、下手にね、ここに物置いて、ここ物置いて、おしゃれにできたらいいけど、汚くなるぐらいなら、このぐらいね、白いテーブル、もちろん茶色の可愛い、木目調の紙を敷いてもいいし、いろいろやれることはあるんですけど、私はまあとにかくシンプルにしています。その方がね、無駄な情報とかうるさくなくって、個人的にはいいと思ってるし、まあおしゃれにできる方は、こういうのにね、こういう、一応ワニとかいるんですよ。ここら辺に自分の好きなものがね、置いたりしてね、可愛くできたらね、いいと思うんですけど、こうね。まあ私は向いてないんで、あと、こう、手帳3つも4つも出し始めたら、ぐちゃぐちゃって気がついたらなってるってことが多いので、まあ私はこう、ね、なるべくシンプルに、物は置かず、白いテーブルで情報がうるさくないようには気を使っているつもりです。で、まあ YouTube 始める上で、まあこれは私が Twitter もやってて思うようになったことなんですけど、最低でもやっぱり週に1回、動画を投稿する、何かを投稿するっていうのが伸ばしたいのであれば大事だと思っています。でね、最低ラインってやっぱりね、収益化、今500人ですか ?1000 人のままかな、なんか500人になるみたいな噂もあって、まあ後で調べて上に書いとくと思うんですけど、その最低ライン、収益化のラインって多分、こまめに週1で動画をやっていれば、少なくとも半年ないし1年あれば十分に達成できる、数値だと思っています。で、これをやるのに最低条件が先ほどから言っている週に1回動画を上げること。あとは、個人的には喋った方がいいと思います。喋らないでいる動画は本当に画面に頼らなきゃいけないので、いかにおしゃれに見せるとか、キャプションをしっかり、キャプション字幕をしっかり可愛くとか、面白く入れるとか、あとね、いろんなアングルで撮るとか、そういう画面を見てるだけで飽きさせないだけの技量が必要で、逆にこうやってね、素で上から撮っているだけの方が、簡単って言うとあれですけどね、喋った方が、最初は恥ずかしいですけど、喋った方がみんな見てくれるし、あとね、やっぱり声だったり、喋り方だったり、好き嫌いは出るけど、その人の人となりがわかるものの何か、例えばね、顔出ししてる YouTube の方が伸びやすいと私は思ってるんですよ。それは見てる人がそれなりに親近感を覚えるから、あとは絶対まあ喋ってる方がね。だからその人の人となり、声だったり、喋り方だったり、私だったら結構手動かすのうざいっていう人もいれば、まあ、こういう人なんだなって受け入れてくれてる人もいる。とにかくね、どうしても、ハンドジェスチャーは多めの人間なんですけど、なんだっけ。あ、そうそう。だから声を喋るっていうのを、声を出して説明するっていうのが個人的にはおすすめです。で、その時にね、それなりにしっかりカメラに聞き取れるようにとか、気をつけるのってそれ程度だと思うんですよね。小さい声でも別に今はね、こうビデオ撮ったら音量を上げれるんで、なるべくとりあえず聞き取りやすい、早口すぎない喋り方が個人的にはいいのかなと思います。でね、だから、週に1回、まあ、喋ったりして自分の好きなものでいいんですよ。好きなこと喋ってる動画上げるのを1年ぐらい続ければ、私の時はたまたまコモンプレイスの動画がバズった?まあまあ、100人しか登録者いない中で、まあ2万、3万再生、今トータルで9万ぐらいになってるのかな?伸びたことによって、ちょっと思ったよりは早めに、到達はできたけど、確か5月ぐらいだったかな。もう古い手帳には書いてあるんですけど、まあ3、4ヶ月ないし半年かからずに、収益化できたけど、まあそれがなかったとしても、個人的には、1年あれば12月ぐらいまでには、1000人ぐらいは到達していたんじゃないかなと、予想をしています。でね、1000ぐらいは別に、何もしてなくても、ただ好きなことを楽しく喋ってれば、それに賛同してくれる人が、この世の中1000人ぐらいは絶対いるよっていう私の確信。誰にでもネット上オンラインの広い世界で、楽しくね、何かしてる人、見たい人は少なくとも1000人いるから、大丈夫だよって収益化ぐらいは頑張りは必要だけど、それはいけるよって思ってて、で、逆に1万とか10万とかになってくると、まあ、手帳界隈で10万はいないかな、5万かな、5万以上とかになってくると、もう一段階頑張らなきゃいけなくって、例えば動画を頻繁に上げるだったり、ちゃんと、マーケットリサーチ、世の中の人がどんなものに興味を持っているかちゃんと調べて、それに合わせた行動をするとか、あとはね、画面の制作を努力して考えるとかいろいろしなきゃいけないとは思うんですよ。で、例えば私の場合はそれは完全に放棄していて、私がね、そもそも YouTube を始めた理由が2つあって、普段ね、家に引きこもって漫画描いて、漫画 SNS にアップロードして、趣味でね、手帳好きだから手帳のお絵描き、手帳のこと書いたりして、手帳に手帳のこと書いたりしてとかやってる中、例えば自分の漫画は SNS に公開してるから、ね、メインのキャラのね、ラビとココちゃん2人の話は、それこそフォロワーさんだったり、この2人、フォロワーさんだったり、好きだって言ってくれてる方と、お話ししたり、私がツイッターでね、ここが可愛いんだよって言ったらいいねがついて、あ、ちょっと触れ合えてるなー感だったりができるのに対して、手帳好きなのに手帳のこと話せる人誰もいないなって思ったのが結局ことの始まりで、まあ家族もいて、家族に力説をしたってね、ともえリバ節がこんなに薄くって、これで365日で、みたいな、インクの持ちが良くって、とか、この新しいペンが出て、なんて話を家族にしても、ふーんって言われるだけなんで、そういうのをね、楽しくおしゃべりできる場ができたらいいなって思ったのが、一番大きな理由の一つで、で、もう一つが、まあ、収益化目指して、でも、生活費、YouTuber になるぞじゃなくって、ちょっと手帳を買うときの、お金の足しになればいいなぐらいに始めたのが YouTube で、まあ、実際細かいね、収益がいくらかとかいうのは言っちゃいけないらしいんですけど、とりあえず1年始めて、1年続けて、今チャンネル登録者がもうすぐ3500人。ありがとうございます。で、3500人チャンネル登録者数がいて、動画がだいたい週に1本上げてって、再生数は、まあ、ものによりけり3000ぐらいが平均なのかな。再生され、だからまあ、月に4本、それぞれ3000再生ずつされていて、手帳、私、まあまあ、見ての通り、お買い物をよくされている方と比べると、手帳のお買い物少ない方かもしれないけど、結局ね、一冊の手帳をずっと使い続ける派なんで、新しく買うとか、シールいっぱい買うとかもないんで、あれなんですけど、少なくとも、今、手帳、この YouTube だけで、私の1年分の手帳の出品、P は多分例えば2024年は、収益と手帳に使う出費がトントンになるんじゃないかなと思っています。それはね、もちろん手帳3冊購入したとか、ほぼ日手帳の新しい、カバーね、こういうのを買った時に出る出費とか、トラベラーズノートのムーミン彗星抽選のお金も含めて、そういうの全部合わせて、あとこういうのカスタムとかね、できるお金分ぐらいは、私程度の YouTuber でも十分に出ています。ので、そんなね、100万、200万稼ぐぞみたいなのは、私は到底無理だけど、日々のね、ちょっとした楽しみの補助になるぐらいのお小遣いにはなると思ってます。で、さっきのね、セットアップもそうなんですけど、私は1週間に1本、木曜日の朝に起きて犬の散歩行ってここに座ってこうやって動画をね撮って皆さんとおしゃべりしてるんですけど、だいたいなんだ7時半に起きるでしょ、8時に散歩行って8時40分ぐらいに帰ってきてコーヒー入れて朝ごはん食べて9時ぐらいだから9時半か9時ぐらいにここに座って動画を撮り始めて、だいたい今もね、撮影時間11分、12分になってて、さっきのセットアップので足して、まあ、トータルで今日も15、6分、17分、18分、まあ20分いかないぐらいの動画になるかなっていうのを撮るじゃないですか。で、撮影するのが10時前に終わって、それをわーっと編集して、11時ぐらいには完成して、YouTube にアップロードし始めて、まあ漫画の作業をするんですけど、だから9、10、11の週3時間だけ YouTube 撮るのに使っていて、週3時間で月にまあ4本、4回だと4本なり5本なりにしろ、まあだから月に12時間、13時間で手帳の好きなことをして、好きなおしゃべりをして、手帳買う分の、お小遣い程度のお金稼げるなら、すごく良くないですかっていう、っていうね、そういうのを今日力説したくって始めたんですよ。でね、そう、無理しなきゃいけない時間かけてたらきっと続かないけど、こうやってね、それなりの時間と同じぐらいの対価のあることをできたら、もう本当にね、ウィンウィンというかね、いいと思うんですよ。でね、YouTube をおすすめして、唯一のネガティブポイントは、私はあんまり他の同じぐらいの再生数の YouTuber さんが、なんか羨ましくって見れなくなったぐらいですかね。だからついつい他の YouTube、これを始めちゃったから、3000ぐらい、2000、3000ぐらいの同じ登録者数の方が、1万、2万再生されて、ああ、いいなぁと思って、ちょっと羨ましくて見れなかったりはするんですけど、まあね、結構もともとね、日本語のはあんま見ずに、基本的に英語の海外 YouTuber さん見てるとなんかちょっと自分と分離できて楽しめてるから、まああんまりそこまで影響はないんですけど、まあついつい他の YouTube の再生数とかが気になるっていうのが唯一の難点ですかね。で、まあ、これ他人の目、こういうのをね、始めた上で、例えば SNS で Instagram とか Twitter とかでも一緒だと思うんですけど、いろいろこういう YouTube とか始めようと思って手帳でこうやってああやってとか考えるうちに目標って結構大事だと思うんですけど、まあ何にしろイラストを描くにしろ小説を描くにしろ動画をね、撮るにしろ、私が思ってるのは、目標は自分で達成できることでしか目標にしない方がいいと思います。これがどういうことかっていうと、例えば、いいねの数、再生回数、フォロワー、チャンネル登録者数の、数で、を目標にするのは絶対やめた方がいいです。で、何を目標にすべきかっていうのは、本当に自分で達成できること。例えば週に1回動画を1年間アップする。漫画を毎週1本描くだったり、イラストを毎日1枚描くだったり、まあこの数は週1だろうが、1年に1回だろうが、何でもいいんですけど、月に何かを1個描くとかでも何でもいいんですけど、自分が努力すればどうにかできるものを目標にすべきだと思ってます。で、他人の評価、例えば、いいねの数だったり、動画だったりは、もう最悪やめる理由の唯一、指標にするんだったらありだと思います。例えば私は去年の、だいたい2月ぐらいに YouTube を始めて、週に1回動画をアップするっていうのが私の目標。で、年末までにチャンネル登録者数が1000人超えてなかったらやめるって決めてたんですよ。まあまあ、結果的には、チャンネル登録者数もね、今の数で、わーいって感じなんですけど、とにかく、それは、気をつけた方がいいです。で、まあ、これから YouTube 始めるっていう方、特に手帳で私が去年1年やって感じたのが、手帳は季節によって、手帳の YouTube は季節によってかなり、再生数が増減します。例えば、9、10、11、12、1、2月ぐらいまでかなは結構再生数が伸びやすくって、まあこれは皆さんもそうですよね。新しい手帳が出たからみんなどんなの買うかなとか、みんなどんな風にセットアップするのかな、こんな使い方あるかな、あんな使い方あるかなっていうのを調べるのが、まあほぼ日だったり、トラベラーズノートだったり、あとサニー手帳とかもそうですけど、発売され始める9月から、まあ8月の半ばかな。8月の半ばから、ぐーっと再生数、みんなが手帳について調べるからで、年末新年のセットアップとかやって、まあ1月2月みんながこんな風に使ってるよって言って、まあ3月4月の始まりの手帳に興味持って調べる人もいるしっていうので、このぐらいまで、今ぐらいか、3月ぐらいまでは結構手帳の興味が高い時期。で、大体ね、特にね、5月、6月、7月が特に再生数が伸びなくって、これはまあ、だからみんな手帳、自分の使い方をもうしっかり固まっただったり、あとは単純にね、もう手帳のことを忘れて、机の引き出しの中にしまって、誰も使ってないとかね、そういう時期なんですよ。なんで、そこの時期に、再生数が伸びなくって、悲しくなってやめちゃうっていうのは、なんかもったいないなと思います。で、これから YouTube 始めたい人で、私が YouTube を、そのね、人の再生数とか気になり始めて、気がついたことっていうか、あ、こういう動画って再生数伸びてるんだなって思うのが、まあ自分でもそうですけど、使い方、こういう使い方、いいよっておすすめする動画は、まあもちろん、ベースとして伸びやすいですよね。こう、じゃん、自分が手帳をこうやってるよって、見せてるだけよりも、しっかりこういう、how to がある動画は伸びやすいのと、また購入品紹介は結構伸びやすくって、特にやっぱり無印と100円均一、ダイソーとかセリアとかですね、のおすすめ品紹介、ベストバイみたいなのが、やっぱり伸びやすいんだなぁと、YouTube 見て思ってて。私はね、あんま、購入品紹介はね、あんまり、その、もちろん手帳の新作はやるんですけど、そもそも自分があんまりお買い物をしないようにしている、あるものをなるべく使い切りたい派なんで、ああいう動画いいなぁとは思うけど、なんか、無印のマンスリーカレンダー買うためだけに買うのもなとか、手帳とかね、可愛いの出てるじゃないですか。でも使わないの買ってもなと思って、まあできてないんですけど、はい、なんか長くなっちゃいましたね。そしてちょっとしんみりしたラストに。でもね、本当にゲーム実況とか始めようと思うと、こんなね、スマホ1個じゃできないじゃないですか。それこそパソコンにつないで、録音するのとパソコンだったり、テレビでやってるゲームと音声を重ねて、しかもかつ長時間だからカットしてとかやらなきゃいけないことを考えると、やっぱね、ゲーム実況はハードル高いし、例えば私はお絵かきしてるんで、お絵かき動画チャンネルしようかなってそもそも最初は思ってたんですけど、この手帳より前にね、もう何年も YouTube やろうと思って結局去年まで始めてなかったんですけど、まあな、最初はね、やっぱり絵描きだから、絵描くチャンネルやるべきかなとか思ってたけど、絵を描くって何日もかけて、それこそイラストだとね、私は例えば漫画の表紙書くときに、2日かけてだいたいトータル20時間以上かけてやってるのを全部録画してカット割りしてさらに上から音声かぶせてとか考えるとやっぱね途方もないんですけど、その点ね手帳っていうのは机をこうパンと移して手帳をパンと持ってきてこうやるといいよっていうのが割と簡単にっていうとあれですけど手軽に始められる。おしゃれにしようと思ったらもっとねいろいろやることはあるけどシンプルに始めようと思う分にはこの程度でいいので皆さんも始めませんかっていうねお話でした。どうでしょう、今日ね YouTube 楽しいから YouTube 始めようみたいな動画撮りたかったんで今日のこんな感じの動画になって画面自体は全然、面白くなかったと思うんですけどまあラジオ感覚で聞いてもらえていればいいかなと思います。来週はね、手帳の話をしようと思っています。このね、ワンピースのログブックのカバー、ほとんどまだ使ってないんですけど、これのね、話を来週はしたいと思っています。ので、興味ある方、来週見てくれると嬉しいです。今日の動画良かったっていう方はチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。それではまた来週。じゃあね。バイバイ。